俺はカナタ。俺と妻のひまりは20代前半で結婚した。この結婚も子供ができてしまったから予定より少し早かった。でも俺が勤めていた会社は比較的給料が良かったので、ひまりは専業主婦をしてもらうことにした。俺たちは結婚後、義実家の近くにアパートを借りて住んでいたが、しかしある日、義母から、ひまりの仕事、もう少しセーブするように、かなたさんから言ってくれない？孫は今が一番可愛い時期なのよ。かまってもらえなくてかわいそうよ。と言われた。俺は何のことだかわからなかった。ひまりは仕事はしていないはず。冷静になって話を聞くと、ひまりはほぼ毎日、子供を実家に預けてバイトに行っているらしいのだ。しかし俺はバイトではなくて、本当は誰か友達と遊んでいるんだろうなと思った。ひまりの周りの友人はまだみんな独身だったし、まだひまりも若かったから、子供を親に預けて、親に遊びに行くとは言いづらかったんだろう。だから親にはバイトをすると嘘をついているんだと思い、ひまりには外出はもう少しセーブした方がいいんじゃないか？子供がかわいそうだってお母さんが言っていたよ、と伝えた。そしたらひまりは、あ、バレてた？ごめんごめん、少し控えるね、と言って笑っていた。その後は義母に預けることがなくなったようだが、それは結局、ひまりが一日中子供の面倒を見ることになるってことだ。しかし俺は内心、引き目を感じていた。なぜならば、陽子は母親とはいえ、まだ若く、まだ友達と遊びたい年頃なのに、強制的に家に閉じ込めてしまうような状態に、俺は罪悪感さえ感じたからだ。でも俺も、仕事が早く終わった日は、なるべく率先して家事をするようにしていたし、休みの日にひまりが外出しても何も言わなかった。けれど、ある日の休日のこと、いつものように俺は娘と二人で過ごしていた。すると突然涙を流し始め、ママ、いじめられているの、と言ってきた。俺は言葉を失った。どういうことだ？普段のひまりの様子からは、そんな風には全く見えていなかったのだ。体にも目立ったあざや傷はない。娘に、どういうこと？パパに教えて、と聞いても、ママ、しいよって言うの、と言って、それ以上は何も教えてくれなかった。娘にとっても嫌な記憶になっているのだろう。かわいそうに。でも俺には何が何だかわからなかった。これ以上は聞いてはいけないと思ったのだが、泣きじゃかる中で娘が一言、あのお兄ちゃん嫌い、とだけつぶやいたのがわかった。お兄ちゃん？いじめ？ますます意味がわからなくなった俺は、友人に相談することにした。友人はすぐに電話に出てくれた。娘が言ったことを友人に伝えると、友人からは、は？お前それ不倫してるんじゃね？と、とんでもないこと言われ、俺は固まってしまった。友人は続けて、奥さんはきっと子供が昼寝している間に誰か男を連れ込んでいるんだよ。寝室にボイスレコーダーでも仕込んでみな、と言った。さすがに俺は、うちの嫁がそんなことするはずないよ、と言い返したが、友人が、まあ試しに仕掛けてみるよ。そうすれば真相はわかるんじゃない？というので、俺はひまりの無実を証明するために、仕事で使っていたボイスレコーダーを寝室のベッドの裏に仕掛けることに。レコーダーを仕掛けるとき、俺はひまりに申し訳ない気持ちになり、泣きそうになってしまった。この時は知らなかった。まさか本当に裏切られていたなんて。後に俺に嘘をついて不倫をしているひまりを信じた俺は、本当にバカだったと反省するのだった。翌日仕掛けたボイスレコーダーを回収し、車で再生してみた。すると結果は真っ黒だった。娘がお昼寝をしたであろう午後の2時頃から約1時間、きしむベッドの音、好きだとか愛してると言い合いながら激しくキスをしている音、一生懸命声を我慢しながらすすり泣く子供の声、本当にお前らクズだわって思うくらい激しく求め合い、1時間に3回も果たしていたし、
気持ちよくって最高というひまりの声を聞いた瞬間、俺のひまりへの愛情は1ミリも残らず冷めてしまった。その日俺はなるべく冷静になってから家に帰ったのだが、やっぱり顔に出てしまっていたようで、顔を合わせるたびひまりは何か怒ってるの？と何度も聞いてきたのだが、俺がそんな態度だったのにひまりは気にもせず真男と会うのを止めなかった。俺はそれからも約2週間寝室にボイスレコーダーを仕掛けて情報を集めておいた。するとあろうことか、平日の10日間のうち8日間も家に男を連れ込んでいたのだ。俺は早速友人に報告した。友人からは休みの日の外出も追った方がいいんじゃないかと言われたので、休日は更新所に依頼した。まあこれも真っ黒だったんだけどね。休日のたびに男の家とホテルを転々としていたみたいだ。そしてしばらく経ってある日、俺はひまりに聞いてみた。声を落ち着かせて、ねえ、俺に隠してることない？と聞いてみたが、ひまりは、え？何？どうしたの？急に？と笑うだけで一向に話し出す気配はなかった。しかし明らかに動揺しているようで目も泳いでいた。俺は念を押すように、本当に何も言うことはないんだな、と聞いてみた。ひまりは若干震えながらも、何のこと言ってるの？さっぱりわからないんだけど、何言ってんの？と白を切っていた。ひまりがそうするのならと、俺は更新所で撮ってもらった証拠写真を出した。写真を見たひまりは、これは違うの。違う。あなたの勘違いよ。と慌て出した。ひまりが違うとしか言わなかったので、俺が何が違うの？何も違わないだろ？と聞いたのだが、ひまりは涙を流すだけで何も答えようとはしなかったので、痺れを切らした俺は、自分から言ってくれたら少しは許そうと思ってたんだけど、最後まで隠そうとするんだな。もうひまりのこと信用できなくなったよ。残念だよ。これからちゃんと話をするときはひまりの親にも立ち会ってもらうつもりだから、その前に自分から説明してくれよな。特にお母さんには迷惑をかけただろう、とひまりに言っておいた。それから一週間経っても義両親に話した様子はなかった。頭に来た俺は、もういい、俺から話すわ、と言うと、ひまりは、今日絶対言うからもう少し待って、とわめいた。仕方なくその日は我慢して、ひまりが義両親に報告するのを待った。翌日念のため義母にひまりから話があったかどうか聞くと、浮気しちゃって旦那に怒られちゃった、と軽く捉えていた報告だったらしい。俺はこのひまりの態度に堪忍袋の緒が切れた。急遽義両親を家に呼び、話し合いをしようとした。俺が証拠写真を広げようとすると、ひまりが俺の腕を掴んで、それだけはやめてと言ってきた。するとひまりは義父に殴られ、まさに修羅場になった。浮気しといて何がやめてだ、と義父はかなり怒っていた。俺が広げた写真を見た義両親は愕然としていたが、俺に泣きながら謝ってくれた。義両親が謝る間も、ひまりは義父の横でうつむいて泣いていたが、義父に頭を押さえつけられ、無理やり土下座をさせられていた。しかしそれでもまだひまりはことの重大さが分かっていなかったらしい。浮気男のことを聞いたら、それは言えないと言ったのだ。男をかばったのだ。その時、視界の隅にいた義父の目の色が変わった。義父からは、とんでもない殺気を感じた。このままだと、ひまりに手を出しそうな雰囲気だったので、ひまりと義父の間に入り、距離を空けた。義父は、お前、今のお前のこの状況が、分かっているのか？と声を荒げていたが、それでもひまりは堅くなに口を割らないので、俺は更新所の結果もすべて広げてやった。ひまりが言わなくてもこっちはとっくにすべての証拠を握っている。するとひまりは、知らないふりをするとか最低、全部わかってて私を騙したのね、と騒ぎ出したので、今度は義母がビンタを見舞いしていた。
俺がお前にほんの少しでも反省する気持ちがあればよかったが、まあそれもなかったんだね。とりあえずお前を信用することはできないな。お前とまたやり直したいとも考えてないから。もう離婚だな。財産分与はしない。娘の親権は俺がもらうし、養育費もしっかりと払ってもらうから。と言い放すと、それだけは、娘とだけは離れたくない。と、ひまりがまた泣き出した。お前が引き寄せた結果じゃないか。と言ってやった。この娘の隣で男と不倫していたような女に母親の資格があると思ってるのか?と聞くと少し静かになるものの一生かけて償うから。とやはり引き下がらない。まあ自分がお腹を痛めて産んだ子だからどうしても一緒にいたかったんだろうね。でもだったら不倫なんて最初からすんなよって誰でも思うんだけど。義両親も一応ひまりを止めてはいるが孫の親権がかかっているからか、さっきまでの威勢はなくなっていた。ようやく口を開いた義両親から、離婚と財産分与の件は受け入れさせる。だけど親権のことは、ゆっくり相談させてもらえないだろうか。と言われたので、俺も少し考える時間をあげようと思い、その日は解散することにした。翌日弁護士から浮気相手の男に、慰謝料400万円の内容証明を送ってもらった。そして俺は連絡もしないで男の職場に突撃した。男の上司にこれまでの経緯をすべて暴露して男の処分をするように迫った。何を隠そう、男は公務員だったのだ。俺の家に堂々と市役所の名前が書いてある公用車で来ていた大馬鹿野郎のやつだ。後日男との決着がついた。詳細は言わないが、慰謝料150万円を払ってもらうことになった。しかし、ひまりの方とは何も進展がなかった。義両親と4人で集まっても、話は平行線のままで、あまりに進展が見られないので、少し条件を変え、俺に親権をくれて、養育費も払ってくれるなら、定期的に娘に会ってもらって構わないし、離婚の原因も娘には言わないって約束するよ。娘にとっても、その方がいい。それと、お父さんとお母さんには制限をするつもりはありませんし、むしろ頻繁に会ってほしいと思っています。と伝えると、ようやく分かってくれた。そして離婚は成立した。あれから15年が経つ。娘は立派に育ってくれた。誠実で、俺が言うのもなんだが、とても綺麗だ。俺との関係も良好で、この前は、彼氏ができたんよ。と恥ずかしそうに教えてくれた。娘はひまりとの関係もまだ続いているようだった。この前あの時相談した友人に会った時、娘ちゃんに当時のことをバラしてやろうと思ったことなかったん?と聞かれた。それに対して俺が、それはないな。娘のことを考えたらそんなことかわいそうで言えないよ。ひまりも離婚してからは心を入れ替えているみたいだしね。と言うと友人は、元奥さんはもう許されたと思って不倫は過去のことになってるかもね。と言っていたが、俺はそれはないと思っている。なぜなら義両親の話では、離婚してから15年間、ひまりに彼氏ができたことはないのだとか。縁談もあっても全て断っているそうだ。ひまり曰く、全くそんな気持ちにならないんだよね。と言っているらしい。それに俺自身はひまりのことをそれなりに評価していた。娘のことを最優先に考えてくれるし、やっぱり女の子ということもあり、俺が手を出してあげられないところもフォローしてくれていて、感謝している部分もある。お互い娘の親としての信頼関係ができている。そう思っている。でも正直、ひまりのことをこんな風に考えられるようになったのは、娘の高校受験がきっかけだった。それまでひまりのことはすっかり忘れようとしていたし、それだけ娘と二人できるのに必死だった。だけど娘が家事を完璧にこなしながら夜遅くまで受験勉強している姿を見て、なんで娘はこんなにしっかりした子に育ってくれたんだろうって考えたとき、少なくとも娘に家事を教えてくれた母であるひまりで、
さりげなく娘に俺の好物を教えてくれていたりしていたことに気がついた。その頃から少しずつだったが、ひまりに対して感謝の気持ちが湧いてきたのだ。今ではひまりの幸せも祈れるまでになったかな。だからといって復縁するかというと、それはまた違うけど、俺たち二人を裏切った罪は重いし、それに今の関係が続いていくのであれば、結婚という形にこだわる必要はないと俺は思っている。